ははいこんにちは森志ですビンディングシューズもいいけどフラペもいいよねということで今日は自転車用のフラットペダル用シューズをご紹介したいと思います。それでは行きましょうリリンリン はい。今日ね、ご紹介したいのはこちら。ジロのトラッカーファーストレースでございます。実はフラットペダル用のシューズなんですね。だからここにビンディングが付けられるようなクリートとか全くなしという靴なんですが、これが結構よく出なので紹介していきたいと思ってます。もともとはこのトラッカーってボアダイヤルが付いてたんですね。で、値段もちょっと2万弱と結構高かったんで、うん、どうかなと思って東京ウィールズでは展開してなかったんですが、この度ですね、ちょっと前にボアダイヤルじゃなくてこういうリーシュタイプのものが出まして、値段が ね、12,980とお買い求めやすくなったのでこれならかなりいけんじゃないかということでちょっと展開をし始めたという感じです、まあ、前から言ってる通り最近本当にビンニングシューズからフラットペダル服もカチカチのサイクルウェアからゆったりした持ち乗りウェアにっていう風に移行する方が非常に増えてるんですねヒルクライムをガンガン登ろう距離もズンズン伸ばそうスピードもガンガン上げようみたいなことをやったんだけどなんか自分の楽しみはそれじゃないなっていうことに気づき始めてちょっとこっち に戻ってきてるみたいな感じの方が増えている印象です速いが正義だみたいな服装とか機材に変えてっちゃうとやっぱりそれに合わせてこう早く走らなきゃいけないみたいな感じに自分の気持ちもなりますしねまあそういう風な感じのライドになっていっちゃうんですけども、まあ、逆にそこを皆さんそうならないようにもう服をちょっとゆったりめるものにしようとかビンディングシューズももう sl っていうカリカリのものに変えたけど、まあ、spd に変えようとかもうなのでな spd やめてフラットペダルにしちゃおうみたいな感じの方が増えてるとまあ、それで格好から入っていくじゃないですけども格好を緩めることでライドも もよりここううポタリングにに近いいいものしして楽しんででくということでやっぱりねそういう風にしている方って非常に楽しそうなんですね自転車を楽しんでるなーという感じで結構ロードレースやめちゃう方ってだん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 そのきついことをやりすぎちゃってどん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 レース思考になっていっちゃってスポーツになっていっちゃうんでしょうね競技になっていっちゃってなんか辛くなってやめていっちゃうみたいな方も結構いらっしゃるのでやめていくっていうよりはねなんか今日も走れなかったトレーニングができなかったみたいなぼやきから始まってなんかだんだんそれが続くとなんかもう走ること自体が嫌になっちゃうみたいな感じな っちゃううんでしょうねもっと自転車って軽く1 0キロでも5キロでも走るだけでも楽しいじゃんみたいなライトな感じで乗れば楽しいんですけどもまあちょっとそれと違うものになってしまうという悲しさなんでしょうかね。ということで最近そういう方が増えてるということもあってですねまあ、東京ウィルスでも基本的にはフラットペダル大歓迎でいろいろフラットペダルでも使えるものっていうね靴とかも紹介してたんですが、まあ、この度ちょっとこれを入れたということの理由なんかもね今日話していきたいと思ってます。 で基本的に、まあ、ビンディングシューズとフラットペダルどっちがいいのって話なんだと思うんですよね。ちょっとそこら辺話すめちゃくちゃ長くなるので、ちょっと軽くお話しすると、まあ、やっぱりビンディングシューズの方が足が固定されますんで漕ぎやすいよねとか、まあ、信号をストップした時にペダルリッチ直しやすいよねとか、まあ、力を伝達するからより効率よく焦げるよねとか、いろんなメリットはあるんですが、基本的にやっぱり走るにおいてのメリットっていうのが大きいわけなんですね。特にビンディングシューズの中でも SL っていうのと SPD っていうのがあって、SL っていうシューズなん,なんかになっちゃうと、やっぱクリー はき出しになってるわ靴底のソールはめちゃめちゃ硬いカーボンだわっていうことで歩きにくくてこうやってこうペンギンみたいな歩いてる方ってよく見たことあると思うんですが、まあ、そういう感じになってしまうということもあってその SPD ってになるとですねもうちょっとソールが柔らかいものも多くてですね歩きやすいんですねだからまあここの SL から SPD に変えるって方が最近非常に多いんですけどもまあ一方でじゃあ別にそんなに走りに特化しないんだったらフラットペダルでもいいんじゃないっていうことになるわけですねでこのじゃあフラットペダルのメリットって何なのっていうとスピードをつけて漕ぐっていう面においては ンンディングシューズにはやっぱり叶いませんけども、まあ、降りた後のあ、なんならもうそのまま臨行して帰っちゃってもいいし、現地に行って山の上の方に展望台あるみたいなぜ行ってみようよなんて、SL シューズは絶対行けませんから、まあそういったこともできちゃったりするっていうのがフラットペダルの魅力だと思うんですよね。ほんと楽しみに応じて選べばいいかなと思います。で、そうはいってもじゃあフラットペダルがあった時に靴なんでもいいよねって話にはならないよねってところがあって、いや、基本的にはなんでもいいんですよ。3キロとか5キロ。別裸裸でもゴム通りでも別に焦げるわけ ですか何でもいいんですけどより漕ぎやすいものって何なのって言った時に僕らとしては基本的には今までって結構ランニングシューズ系をおすすめしてたんですねまあおすすめというよりは漕ぐにおいて実はねランニングシューズってベストじゃないんですというのはこうランニングシューズこれまあトレーラン用ですけどもの基本ってこのソールが結構分厚くてこう地面のの跳ねね返りをちゃんんと吸収すするるようになっているものが多いんです、ね、でそれってペダルを漕ぐ時には逆に力がやっぱり逃されるというかクッション性で抜けていくことになるので、まあ、より効率よくこう漕ぐことができないってい っていう,ふうなデメリットもあるんですね、まあ、それでもなんで僕らがこのノルドとかオンとかをしてたかというとやっぱりデザイン的にかっこいいからですで今までのその自転車用のフラットペダル用の靴っていうのが、まあ、どうしても僕的には自転車漕ぐ時にはいいんだけどなんか普段着に使うにはちょっと厳しいよなっていうデザインのものが多くてですねであればそのフラットペダル用の靴をわざわざ買うよりはなんかこういうかっこよく使って普段とフラペ用の兼用のがいいんじゃないっていうことでおすすめしたんですねで実際別にこれで自転車乗ったからってじゃあすっごい疲れ 全然そんなこともないですし多分気づかないぐらいなもんだと思うんですよねっていう感じだったんでそれを進めてたんですがこの度出てきたこのジロのトラッカーファーストレースがなんか見た目もかなりかっこいいしそれで言って自転車用だってことですごくいいんじゃねえかなということで入れたんですねでさっき言ってたじゃあソールの部分どうなのっていうと見ての通りやっぱり非常にこう薄くって結構硬めなんですよだからちゃんとこう漕いでて力が抜けないようになってますだから下方向にもそんなにクッション性があるわけじゃないですしあとソールもしっかりとこうちょっと硬めにしてあるので これ踏んだ時にこう反り返って力が抜けていっちゃうってこともないようになってるのでやっぱり自転車を漕ぐにおいてはこっちの方が優勢かなということになってます。 というわけで、前きけちょっと長くなりましたが、このトラッカーファーストレースの良さをね、ちょっと確認していきましょう。まずは、ジロといえば、シューレースでしたよね。東京ウィルチャンネル見てる方ご存知だと思うんですが、ジロの一番の得意な部分って、このシューレースを使った自転車シューズだったんですけども、ここもやっぱりこういうシューレースっぽいね、ゴムのものを使っていて、しっかりとこのシューレースガイドみたいなものを使ってですね、本当にシューレース特有の足のホールドの良さみたいなものは、そのまま実現されているような感じになってます。で、前までボアだったって部分が、ここのね、 これピュッと締められるようになっていて本当に引っ張るだけでもう本当にワンタッチで締められるんですねでまた押してキュッて上げるだけで開くという感じで非常に楽に脱着ができるようになってますであとはやっぱり変な重たい機材を使ってるわけじゃないので非常に軽いですしあとまあやっぱり紐の弱点って解けることが弱点なんですが絶対に解けないっていうところはメリットですねでじゃあこのちょっと紐の部分邪魔な部分どうするのっていうとこれね U ドックでも同じ機能ありましたよねここにこういう風にメッシュの入れ込むところがあってそこにこうやって入れてあげることができるようになってます これによって、まあ、なんか変にこう紐がね、チェーンに絡んじゃったとか、そういうことは一切起こり得ないという形ですし、見た目も非常にスッキリしてて、なんか無理切り収めた感がないので、綺麗な感じかなっていう感じになってます。で、あとはこのソールですね。これ見ての通り、こうちょっと2色になってると思うんですが、これがデュアルレイヤーになってまして、グリップ力とコントロールを司るこの外側のアウトソールですね。ちょっと変なこのボコボコしてるのが、ちゃんとペダルをクッと捕まえてくれるようなアウトソールになってます。で、この間に挟まってるのがエヴァミットソールで、これがね、まあ、足の 動きを逃がしててくれるるようになってるんですねでこの2つのソールで自転車こぎやすくて優れたパフォーマンスを生み出す機構になってるというわけですであとねこのテキスタイル生地がねすごいかっこいいんですよねちょっと皆さんもご存知だと思うんですけどもリップストップ生地ってあるじゃないですかこうなんか網の目みたいになってるやつああいうような感じになっていて多分その辺りでこう引き裂き強度強くなるようなワイヤーがこう通ってるんですねであとここら辺のナイロンが貼ってあるのかな貼ってあるんですけども縫いじゃなくてですね熱圧着になってるんですねなので 見た目もすごいかっこいいですし、あと軽さがすごく担保されてるのと、あと水の侵入がしにくくなってるんですね。まあ、そういった意味でいろいろな面で見た目の問題、あと機能の問題で、このちょっと圧着したタイプのデザインっていうのが非常にかっこよくていいなという感じになってます。あとね、ちょっとごつめに見えるこの見た目に比して、めちゃめちゃ軽いです。本当にもう、これ軽さ伝わるんですかね。よくわかんないけど。まあ、これぐらい軽いんですね。軽量ですということです。で、とにかくやっぱりペダルとの一体感が埋めるね、ドレッドパターンっていうんですけど、このパターンがね、非常に優れてて、 ペダルをガチって結構捕まえてくれるんですよね。だから本当に今までビンディングシューズ使ってたんだよね。って、人でも比較的快適に使うことができるフラットペダル用のシューズになってるんじゃないかなという風に思います。今展開してるのはこの2色ですね。ちょっとね。僕はこのグレーがかっこいいなと思うんですけども、黒に赤っていうのもありまして、黒に赤もかっこいいんですけど、ちょっとスポーツっぽくなってしまうので、まあ、スポーツっぽくしか使わないよ。って方はこっちでもいいかなと思います。で、こっちはね。少しファッションっぽくというか、モードな靴っぽくも使えるので、なんか幅広く使えそうだなという感じ。 感じでこのグレーもお勧めしたいなということで。まあ、本当に好みなんですけど、この2色の展開があります。じゃあこれどんな感じになるかね？ちょっとスタイルで見ていきましょうか？ まずはね、しっかり走れる感じのスタイルでこちらですね。アイトナーっていううちのショーツの黒に、ダーバングラベルジャージのルーゴですかね。を着た感じです。中はね、コーディラナイロンのインナーを着てます。で、足元がグレーの方のね、トラッカー、ファーストレースを履いてます。すごくバランスがいいと思いません、ね、上がね、そもそもまあそういうような感じのデザインになってはいるんですけども、シューズも変にごつかったり、細すぎたりしないので、こういう普通の感じの服装にもちゃんとこう、スッと余ってくれるんですね。なので、非常にこう、デザイン的にもかっこいいなと思います。もう一つちゃんと 走れるやつですねさっきのエトナのえっとオリーブ色のものにアーバングラベルメッシュ T シャツのカーメルを着ている感じです。これなんかもう全然もうグラベルロードガンガン走ってもいいような格好なんですが、まあ、この足元にファーストレーストラッカーを履いてこんな感じですかね。これもすごくかっこいいなと思います。バランスが非常に取れてますと。で、一方でもうちょっと街乗りに寄せましょうということで、エトナはね、かなりグラベルでもガンガン走れるショーツなんですが、もうちょっとゆったりしたブロックというまあリラックシルエットで、普段着としても使えるショーツの方に履き替えてこんな感じですかね。このブロックに アーバングラベルジャージですね。あの、バイロンというのを着てます。これ実はエトナとルーゴに比べて両方ともちょっとリラックスシルトになってるんですね。なのでよりこう、ポタリング向け、街乗り向けに作られていて、ただ素材とかはかなりこう、自転車でも走れるようになってるので、もうこの辺はもうスタイルとして好みで選んでもらえばいいかなと思うんですが、まあ、そこに対してこのファーストレーントラッカーを履いてこんな感じですかね。これも全然かっこいいと思います。で、上のね、アーバングラベルジャージカーメルを脱いで、これエブリディライド T シャツ、バックポケット付きの T シャツですね。 もう真夏なんかはこんな感じでラフに走ってもらったらかっこいいかなと思うのでこんな感じですであとはもうちょっとこの靴をもうおしゃれ靴として使いたいとかあとはもう輪行で移動中も使いたいっていう方もいると思うんですねまあそういった方たちはどういう格好をしたらいいのっていうことでまず一つこちらですね東京ウィルズ別注のリンプロに別注かけたレコード側のアロファシャツで着てあげてでこれもちょっとリラックスシルエットのブロックのショーツですねの黒と合わせてあげてで足元をトラッカーで合わせてこんな感じです、まあ、この感じもね全然 OK ですよ なんか圧着のデザインがすごく効いてるというかもう完全にモードっぽくなるというか,、まあ、なんかおしゃれ靴なのかなみたいに見えるという感じでしょうかあとはもうちょっとスポーティーな感じで言うと東京イズオリジナルのジョガーパンツニューマンに合わせてあげてこれカーキ色に合わせてあげてこれも新作で今度出てくる T シャツの黒にうちのファンクションシャツをちょっとガバッとしたこれもリラックスシレットなんですけどもそれを着てあげて足元をトラッカーファーストレースで合わせてあげてこんな感じでしょうか、まあ、ちょっとね現地でも色々とお出かけしたいななんて時はこれぐらいの格好をしてあげる 自転車だけの感じで、はならなならいいいいののでかなと思いますで夏であればね、もうシャツ脱いでこんな感じで、もう T シャツ1枚にジョガーパンツでトラッカーというスタイルでもいいと思います。自転車でちょっと5キロ、10キロ走るぐらいな感じだったらもうこれで十分じゃないですかね。こんな感じでラフな感じで走ってもかっこいいんじゃないかなと思いますんで、これメッセンジャーバッグとかしてね、走ったらかっこいいんじゃないかなと思うので、ぜひ参考にいただければと思います。 おかげさまで、これね、ちょっと登場へね、非常に好評をいただいてまして、あの、結構ね、売れてる感じですね。フラットペダルって最近すごく増えてるなっていう感触があったのと、あとはまあ、あの、ピストとかもね、最近ちょっとずつ増えてきてますよね。で、ピストなんかだと、やっぱり僕なんかもよく乗ってますけど、このノルダとかオンとかだと、やっぱりソールが厚すぎちゃって、トゥークリップの中にこう入りにくいんですよね。なので、ちょっとこういう平べったい靴の方がトゥークリップとかがキュッと入りやすいので、こういった靴、ちょっと欲しいなと思ってたんで、まあ、そういう意味では、ピスト乗りの方とかにもいいのかなっていう感じで、 非常にここのののののの辺のフラペ用の自転車シューズといいいうのが注注目目浴びてきててきるので、まあ、再度、ね、この辺り注目していただければと思います。はいというわけで今日の動画は以上となりますいいなと思った方は高評価の方とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますあとインスタグラムでもこういったものを使った、ね、スタイルの紹介とか、まあ、それこそ本当にカリカリのサイクルウェアから街乗りの様子までいろいろなシーンで、ね、使えるスタイルをご紹介してますのでもしよろしければフォローの方よろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょう森氏でした Life is like riding bicycle はい、森市の物欲は止まらないのコーナーなんですけども最近ライドすごいやっててライドしてると物欲しくなりますよねで昨日もねあのブライトンの車が来るレーダーをポチッとしちゃったんですよねマジインでしたっけあとガーミンとかいろいろいくつかそのレーダーがあってずっと悩んでたんですけども先日ライドした方がブライトンの使ってて結構いいですよっていう話と昨日それで結局家帰ってからすげえいろいろ調べたんだけどまあなんかブライトンが良さそうだなっつってポチッとして買っちゃったんですけどもあとサドルバッグもねちょっと欲しいなと思ってて今悩んで のがねこちらなんですねシリカのやつまあご存知の方も多いと思うんですけどシリカはすごい大好きでシートバッグかサドルバッグというはシートバッグの一番ちっちゃいやつはねシリカのやつをずっともう8年ぐらい使ってるのかななんですけども、まあ、ちょっと下手ってきたのとあとこれ僕のに比べるとバージョンアップされてるんですねちょっと新しいバージョンなんですねでかっこいいからいいなぁと思っててでががもっっとねステッチが赤だったんでですよでシルカってイタリアのブランドなんでちょっといかにもイタリアっぽくてこれシリカの輪行バッグなんですけどなんかこう赤がこう 効かせてる色合いなんですねこれもすっげー使いやすいんですけど あとねいろいろこう入れるとことかいっぱいあって便利なんですけどまあこれは置いといてでデザイン的にもなんかこうかっこよさ的にもすごい気に入ってて何よりねこのボアダイヤルがついててクリックリって締めるのがすごく気持ちよくてねかっこいいくて好きなんですけどで前のやつはただ黒にそういう赤が効いてるので僕のそのグーマーだったらグーマーって僕の自転車ねあれはシルバーに黒に赤だからちょうど色合いが合うんですけども確かにちょっとこの黒に赤効かせるのってフレームによっては似合わないだろうなっていうのが自分 自分の中ででで懸念ではあったんですね僕のグーマーは合うんだけど、まあ、他の人嫌だろうなみたいなだけど多分このデザインになってくるとフレームの色をもう選ばないデザインという感じになっててすごいかっこいいですしあとこれ使いやすいんですよねこのボアダイヤル締めるのがここをカッと開いてパッと外して抜いてこう開けてで結構ね容量もちゃんとあって補修パーツ的なものは全部この中突っ込んでおくとこれ1個あるともう安心してライトいけると。 これをこうシートにつけるだけで使えるという感じすごいかっこいいんですけどもあとねこっちはね僕知らなかったんだけどこういうのもあってでもっとねこれでかいのかと思ってたら意外にでかくないんですよねこんな感じでこれでこうつけられる感じここをシートレール通してでつけてクリクリクリってやるとねこれでつくんですねこれどっちがいいかなと思って前までこっちしかなかったんだけどこっちもすげえかっこいいじゃないですかでもなんかこのなんかこうちょっとわざとらしさがすごいいいなとも思うしこれはこれでなんか容量もあるからいいなと思 どっちいいいと思います皆さんコメント欄にて。というわけでよろしくお願いします。